はい、皆さんどうも、たかちです。今回からですね、新企画として、ドラゴンクエスト6、幻の大地の方を実況プレイしていきたいかなというふうに思います。で、なぜドラクエですね、動画にしていこうかと思ったというと、単純に自分が、ドラクエやりたいなと思ったというところで、それに、せっかくドラクエやるならですね、今 YouTube で動画上げてるというところなんで、皆さんと一緒に、ドラクエを楽しめていけたらいいなというふうに思ったので、実況動画、始めていきたいかなというふうに思っております。で、せっかく動画にするというところなので、自分自身、普段のプレイではですね、あんまりしないんですけれども、縛りプレイということでやっていきたいかなというふうに思っております。その内容についてですけれども、題して、ルーレットで全てが決まるドラゴンクエスト6ということでやっていきたいかなというふうに思っております。で、動画のその企画説明についてなんですけれども、ルーレットで全てが決まるというところなので、まずはルーレット画面の方をですね、見ていただきたいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで早速ルーレット画面の方から説明させていただきたいと思うんですけれども、まずこれはですね、単純な、ルーレットアプリというところなんで、タップでスタートして、タップでストップして、こんな感じでランダムなところに、当たるというものになってるんですけれども、もうこれを活用していって、今回縛りの内容を、ルーレットで、決めていこうというところでやっていきたいかなと思います。で、今のところ決めている内容としては3要素ということで、まず職業ですね。はい。で、このゲームに関してというよりかは、ドラゴンクエストの6と、あと7ですかね、転職システムを採用しているというところで、主人公とか、その他仲間のキャラたちですね、転職をしていくことで、どんどん強い魔法だったり、特技だったりを習得していくゲームになるんですけれども、それを完全ランダムにするというところなので、もうこれはかなりきつい縛りになるんじゃないかなと自分は思っております。で、例えば主人公の職業を決めますとなった時に、ルーレットでポチッと押して、ストップというようにやっていくんですけれども、こんな感じで、主人公まず最初踊り子になっちゃいましたよっていう事態になっちゃうんですよね。はい。で、この職業に関してもやっぱり当たり外れがあるというところで、今みたいな踊り子っていう職業はもう本当にそのなんだろうサポートに特化してるというよりかは、どちらかというと使えない職業なんですよね。はい。で、この職業に関しても、職業ごとに、ステータスの、増減もあるというところなんで、踊り子に関して言うともう素早さは高くなるんですけれども、他のパラメーターが一気に弱くなってしまうという感じで、結構戦闘によって第一になってくる主人公が今踊り子になって弱くなっちゃいますよっていう事態がどんどん発生していくというところですね。はい。ドラクエ長くやられてる方だと、当たり前のことかなと思うんですけれども、職業によっては、職業極めていくと、上級職というものになることができるんですけれども、例えばここにある戦士と舞踏家、戦士と、舞踏家を、マスターするとバトルマスターというように、上級職になっていくんですけれども、このルーレットシステムを採用している時点で上級職というものには、到底なることができないんじゃないかなと今のところは考えているというところですね。はい。そこも含めていくと、これかなりきつい縛りになるんじゃないかというところで、ここで、一つですね、かなりきつい縛りになるというところですかね。はい。でもさすがに多分行き詰まると思うんで、レベルの方はですね、あんまり上げすぎないようにしていこうと思ってるんですけれども、結構頻繁に職業の方はマスターしていくかなと思っております。ただやっぱ上級職になれないっていうのが、物語終盤になってくるとかなり響いてくるところかなと思うので、そこは一つ、戦闘とかですね、相手の特徴とかを完全に把握して、なんとか攻略していこうという狙いになってます。はい。で、お次が、職業、あとパーティーメンバーということで、今これは、基本的なパーティーメンバー並んでるんですけれども、あんまりネタバレしないようにしようと思うんですけど、表紙に立っているメンバーですね、主人公とか、ハッサン、ミレウ、チャモロ、バーバラ、あとは引き換え券さん、とかいるんですけれども、このゲームですね、スライム系のモンスターが仲間になってくるというところなんで、ここのルーレットですね、かなり広がっていくかなと思います。
でさらに言うと、このパーティーメンバーというふうに決めたのは、まあ、そのチャートごとっていうか、まあ、ボス戦に挑んでいくメンバーはもう4人固定、このルーレットで選んだ4人固定にしていって、その、まあ、なんだろう、チャート内のボス戦までをその4人で進めていくという形になりますね。はい、まあ、なんでボス戦クリアするごとに、もう一回ルーレット回して4人選抜して、まあ、そのチャート内のボス戦まではその4人で進んでいくよという形でやっていきたいかなと思っております。まあ、なんでスライム系のモンスターも確か、まあ、8体だったり、確か主人公キャラが8人、プラススライム系も8人ぐらい、8体か8体ぐらいいるというところなんで、まあ、下手したらそのチャート内全部スライム系で叩かなきゃいけなくなるっていうことが起きる可能性のある縛りというところですかね。はい、まあ、これがパーティーメンバーということで縛っていこうかなと思います。で最後に、ボス戦ですね。こちらもルーレットで、縛っていこうというところで、この画面はちょっと見にくいかなと思うんですけれども、まあ、こちらですね。はい、まあ、今のところ6種類で考えてるんですけれども、まずはじめに戦う禁止、呪文禁止、特技禁止、道具禁止、1ターン行動不能、キャラごとに行動縛りということでやっていこうかなと思います。で、まあ、上から4つはですね、まあ、当たり前というか、まあ、結構分かりやすい縛りかなと思うんですけれども、5個目ですね、1ターン行動不能というのは、ボス戦が始まった、1ターン目ですね、全員無駄行動をして無駄の相手のなんだろうターンにしようっていうところですかね。はい、でキャラごとに行動縛りというのは、まあ、先ほど4キャラ選抜して戦うと言ったんですけれども、まあ、そのキャラごとに、上の4つですね、戦う禁止、呪文禁止、特技禁止、道具禁止ということで、まあ、縛り内容で、進んでいこうかなというところで、まあ、これも結構ボス戦きつくなるんじゃないかなというところで、この縛りやっていくでですね、道具禁止とかも結構響いてくるというところで、これはもう厳しいんじゃないかなと思います。戦う禁止とかだったらもう呪文と特技で相手攻めるしかないですからね。はい、まあ、キャラごとに縛りに関しても魔法使い系のキャラが、呪文禁止とかになったらもうそれはそれで結構きついというところで、まあ、ここもかなり面白い縛りになるんじゃないかなというところで、今回はやっていこうかなと思います。ではもちろん、手当たり次第で始めていくというところなので、まあ、皆さんですね、結構こういう縛りもやったら面白いんじゃないですかとかっていうのがあったら、まあ、どんどん、コメント欄の方で教えていただきたいかなと思います。まあ、面白いものあればどんどん採用していこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でまあですね、まあ、いろいろ縛りプレイというふうにやっていくんですけれども、序盤ですね、まあ、縛るほどのキャラの数もいないし、転職もできないというところなので、まあ、まず転職できるところまでは、通常プレイで進めていって、まあ、そこからですね、まあ、縛りプレイとしてやっていきたいかなというふうに思っております。まあ、もちろん、その序盤のプレイに関しても、こういう縛りあったら面白いですよってなったらコメント欄の方で教えていただければ、まあ、撮影をもうすぐ始めようと思っているところなので、まあ、採用できるかどうかわからないですけれども、まあ、採用していこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、というところで、まあ、新企画というところで自分も、全然なんだろう、手探りな感じで始めていこうかなと思っておりますけれども、温かい目で見守っていただければなと思います。はい、まあ、というところで、この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。